富士山駅は北海道ルモイ市、富士山町にある北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である。電報略号は不や。一部の普通列車は通過する。1977年の富士山駅と周囲約500メートル範囲。左がルモイ方面。千鳥城に完全にずれた相対式ホーム2面2線。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成当駅の所在する地名より、地名は駅が設置された場所である農場内の農場主藤山陽吉の姓をとって命名されたことに由来する短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の北東側に存在する点鉄機を持たない防線駅となっている。かつてはホームが 式式に配置されたた相対式ホーム2面2線を有する列車交交換換可能な交換駅であった当時は、互いのホームは、駅舎側ホーム東側と対向側ホーム西側を結んだ、校内踏切で連絡した。駅舎側が上り線、対向側ホームが下り線となっていた。その他下り線のるもい方から校内外側に分岐し、 対向側ホーム手前部分までの行き止まりの側線を一線、有していた。交換設備運用廃止後は1993年3月までに線路は撤去されたが、深川方のホーム手前の線路は、電鉄機の名残で湾曲していた。ルモイ駅管理の無人駅となっている。駅舎は、校内の北側に位置し、ホーム中央部分に接している。 友人駅時代からの木造板張りの駅舎は一部が改築され、正面向かって左手側の事務室部分が解体された形態となっている。外壁は寄せ集めの建材により改修され、パッチワークのようになっている。トイレはなく、かつてはあったが、現在は閉鎖されている。駅前には開拓70周年の際に作られた藤山開拓の火が混流され、 くぬぎや富士が廃された小公園となっている。駅前に開拓記念碑、富士山開拓の日、羽ばたくが設置されている。農地は稲作主体で、畑作も多い。富士山の集落があるが、山間の川沿いなのであまり大きくはなく、商店などはないが、国道沿いに住宅が増えてきている。ありがとうございます。